皆さんおはようございます。おはようございます。今年も監督をやらせてもらい、やらせて、もらいます。長谷川健太です。今シーズン指導にあたり、これだけたくさんのサポーターの皆さんが集まっていただき、本当に、心から感謝申し上げます。皆さんの熱非常に感じました。今日からやんなきゃなという気持ちに改めてまたなりました。熱くも楽しいトレーニングをして、今シーズン最後に本当に皆さんと、今年は、喜びを分かち合えるような年にしていきたいなというふうに思ってます。今日雪予報だったんですが、皆さんの気持ち、パワーで、天気も良くなり、非常にいいスタートの日になったというふうに思ってます。今シーズン最後の挨拶の時に、ありがとうございました、やりましたと言えるような一年にしていきます。ぜひ今シーズンもよろしくお願いします。皆さん、明けましておめでとうございます。今年から、選手会長に就任しました太田光介です。毎年ですね、指導日となるとすごいフレッシュな気持ちでワクワクしますけども、今年はより一層今まで以上にワクワクします。ここにいる選手やスタッフ、FC 東京で働くすべての人たち、そしてファン、サポーターの人たち、みんなで一つになって、悲願のタイトルをみんなで取りに行きましょう。今年もよろしくお願いします。キャプテン発表はケイト。